今日はどうもありがとうございました。ヘロヘロなんですけれども、いかがだったでしょうか。先ほど山本代表からお話がありましたけれども、2部は昭和初期の邦人作品を取り上げました。もう一曲、昭和初期に作曲された我々にとっては、まあ、師匠ですけれども、中野次郎先生のさみだるる日の憂鬱、これを準備しております。よろしくお願いします。